早すぎて効果で防ぐ暇もない。うなじが狙える。疲弊してる。きっと動けない。殺せる。よせ。生きてる。汚ねえが、もう奴には関わるな。撤退する。ここだ。ここに空洞があるぞ。なんだ、俺の巨人が倒れて。え？一人の兵士に気をつけろって？はい、リヴァイ兵長は危険です。こいつがリヴァイか。イノジロ。なんだ、何も見えない。目をやられたのか。どうしよう。さっきは随分と楽しそうだったな。硬質か。ダメだ、マネアラ。もっと楽しんでくれよ。待っていた。始祖を奪還する。なんだ、髪切れ。今のこいつか。まさか、アカーマ。拙者は敵の総攻撃が来ます。これだ、兵長。部下思いがあんたのことだ。
多少大きくなったぐらいで何にも悪くない部下を切り殺したりなんかしないよな。いいだろう、持っていけ。くっ、ジークの脊髄液がワインにいつから仕込まれていやがった。体が硬直する予兆はなかった。嘘だってから。くそ、はい、動きが普通じゃねえ。これもジークの仕業か。くっ、する以外なかったのに。なんで勘違いしちまったんだ。俺から逃げられるって。部下を巨人にしてからって俺が仲間を殺せないと思ったのか。俺たちがどれだけ仲間を殺してきたか知らねえだろうに。なあ、ヒゲズラ。てめえ、くせえし、汚えし、ブサイクじゃねえか。くそ。まあ、殺しゃしねえから安心しろよ。すぐにな。